こんばんは、もう夜です。今回も加減に決まってしまいました。ソフトバンクの社債株第2回の利率が 3.2% でございます。さてと、今これ買う意味があるんでしょうかってことについて検証してみました。まあ残念な結果でしたね。また加減ですよ。じゃあ IPO で買う必要があるのかしらってことをもう一回考えてみたんです。で、第1回の社債株の実質の利率とね、比較してみましたということです。過去にやったのを最新の株価に基づいて計算し直しました。で、ペナルティの検証もね、同時にやんなきゃいけないわけですね。だって5年で本当に償還されるんですかってところで、口約束じゃないぞと、こういう罰則があるからね、インセンティブがあるんでってことが重要になります。そして、代表とちょっと協議したんですよ、どうしたもんかと。で、その今のね、引きはどのぐらいあるのかとか、買えるのかどうなのかってことについて、協議した内容をシェアいたしますよ。はい。で、私会計士に30年やってまして、40代の頃からね、孫さん大好きで研究しております。でも今も引退して60なんですけれども、その成果に基づきこの動画を作っております。で、配当落ちの状況を考えるとどうなのかってことがね、聞いてくるかなと思っております。はい、まず第1回の実質の利率をね、最新の株価に基づき計算し直したので、ちょっと見てみましょうね。はい、まず、はい、本日の日経の記事ですよと。はい、決まりました。第2回社債型書類株式 3.2% です。がっかりしましたというのがですね、ほら、第2回 3.5 もあるんじゃないかなって話をね、9月の6日にこんなの作ってね、動画にしたんですよ。価格調整が起こってくるんじゃないかって話をね、させていただきました。おいで、はい、今回も前回と同様 3.2 の、ね、加減になると嫌だなって話をしたんです。だって 3.5 でもちっとも高くないもんってことをね、お話ししました。ざくっとね、この復習しましょうね。これペナルティなんですが、これがとても重要になりますよと。5年を過ぎても償還しない場合は金利が上がるからね、だから償還するインセンティブがあるんでってことはね、確認しなきゃいけませんよねっていうことをね、お話ししたんです。で、加減が 3.2 の場合だと、それを上回るようなペナルティになってくれないと困っちゃいますよね。だってね、3.2 で決まりましたよと、ペナルティがない状態になっちゃいますからね、ずるずるね、償還しない感じになるかもしれませんね。で、5年したら償還することにしているんですけど、これあくまでもソフトバンクが自由に選べるオプションです。で、格付けは立派な、ね、投資的格でございますと。で、これ最短で需要予測期間が本日でね、終わるよってことで、本日終わったってことですね。で、100株以上100株単位で最低投資単位が80万になりますと。第1回に比べて倍ですから、条件が良くないと合いませんよね。で、これこの SBI の場合はですね、買えるかどうか分かりませんと。 IPO ですからね、通常の IPO と同様の取り扱いだよってことでございます。台湾はね、予約できるような状況になってて、私予約してるんですけれども、台湾と本日お話ししたっていうことをね、あとね、もう一回ね、お話ししますね。で、これは昔計算した9月の6日の日に計算したんですけれども、どうもね、ほら、だいたいね、3.25 でいいんじゃないのって、10月に入った場合ね、これ後でもう一回計算し直しますんで、サクッといきますよ。で、今買うと配当がもらえるからね、この9月末に向けての配当が半年分入りますからね、それも加味すると 3.5 ぐらいになるからね、仮条件の 3.2 から 3.5 っていうのは妥当なんじゃないかって話をしたわけですよ。これもね、最新の株価に基づきまして計算し直しますから、サクッといきますよ。だから 3.2 から 3.5 っていうのは妥当かなと。で、 3.5 に決まってくれれば嬉しかったのにねってね、そういうことをね、思っております。で、はい、10月から 3.25、 本日買うと 3.5 だからねってね、 3.2 から 3.5 でいいんじゃないのってところ で 3.5 だったらよかったのにな、でも 3.2 だったよ、残念というところのね、そのわけがこういう計算をしてっていうことがあったからですよ。で、この計算結果は古い数値に基づいたものなので、あまり気にしないでくださいね。で、はい、本日の株価が、はい、
3904円でございます。ちょこっと上がりましたよね。で、はい、出来高なんですけども、5700株でちょっと振るわずと、明日以降ね、出来高がゴンと上がってくるような、そんな予感がするんです。その理由についてもあとでご説明いたしますね。で、はい、本日の株価に基づきまして、実質の利回りを計算しますよ。第2回が10月の4日から売り出しなんです。そのタイミングまで回って計算した場合、第1回はね、残存期間がほぼ4年なので、償還益がいくら出るかと言いますと、4000円でね償還されるんで、3900という円の差が96円で、これ 2.4% になります。4年で 2.4% なんで、1年あたり 0.6% ですね。で、6424ですからね。で、実質 2.5% プラス 0.6 で 3.1% になります。第1回目の表面利回りが 2.5% だったからね。それに償還益を考えると 0.6% プラスになるから 3.1% じゃん。じゃあ第2回の、ほら、この、表面金利がね 3.2% だったじゃん。だからちょっといいのかな、わずかに第2回が有利かなと思うでしょう。でもね、はい、本日買うとするとどうなるかというと、この 3.1% に加えて1ヶ月弱持つだけでよ、で 2.5% の半年分がもらえるから、それをねざっくり4年分で換算すると 2.5÷2÷4 でね 0.3125 になりますよと。で、実質ね、 3.1% ってさっき計算したじゃん、それに 0.3125 足すから 3.4125% になるわけですよ。あららーと、第2回が 3.2 に決まったっていうんだったらば、今日よ第1回目の社債株を買うと 3.4 だから、第2回目負けちゃうじゃんというこの衝撃の事実がね、あったわけですよ。だから 3.5 にすりゃあさ、売れたのになーっていうのがね、私の本音ですよ。はい。ちなみにですね、これ条件発表したのが本日ね、13日の金曜日の4時13分ですからね、4時ぐらいだったわけですよ。本日の相場がね、場が閉まった後ですからね、がっくり来た人たちがどう考えるかというと、明日以降さ、第1回目の社債株が買われるんじゃないかとちょっと思うわけですね。買われるに従って株価が上がっていって、第2回目と同じような感じのところに落ち着くのかなってことが予想されますね。まあ理屈通りいけばですよ。はい。じゃあ、この5700という出来高ね、ちっともね、少ないんだけども、これが明日以降よ、配当取りも加味してね、これ増えていくような感じですね。さて、どうなりますかね。要注目ですよ、これ。じゃあよと、はい、ペナルティの検証していきますよ。本当に5年でね、第2回目の社債株って償還されるんですかってことなんですが、はい、例のね、説明資料をもう一回見てみましょうね。第2回社債型種類株式に関するご説明ってことで、はい。これね、ペナルティが本当にこれ重要でになってきます。はい、これ、ここでさ、29年10月3日以降に、ソフトバンクの方で、金銭を対価する取得が可能という書き方ですからね、しなくても義務はないんですよ。で、これが面白いですよね。これ、格付け会社によって半分資本とみなされるということと、5年経過したら 25% に、ね、減らして勘案するよっていうような考え方が JCR で、R&I の方はずっと資本 50% だよって言って、こういう見解が割れるってのは面白いですね。いずれにしましてですね、私これしっかりペナルティがつかないと信用できないわけですよ。だってね、利率がボンと上がるから畜生と思って金銭で取得してね、償還するんだよっていうところが重要じゃないの。はい、この資本性がどうのこうのっていうのは、あんま私にとってはね、あまり気に留めるところじゃ実はなくて、はい、でほら、普通株式による増資に比べ、普通株式に配慮した資本調達手法ですよっていうところも、私はあんまりこれね、関係なくてね、ほら、議決権の有無というかいうのはね、既存株式の決権を希釈しない商品性って言ったって、これ経営側に携わるような大株主じゃないところ関係ないですよね。これ自己資本の拡充中ってあって、そんなもんソフトバンクが潰れるかという状況ですよ。特段これも問題ないかなって思ってるんですけど、皆さんどう思われます？やっぱペナルティですよね。で、資金の人は何ですかって言うと、AI じゃってね、
孫さんの、ね、野望を、ね、日本国内で実現するのはソフトバンクじゃというところですからね。まあまあそれはそうだと。でこれ、ほらこの第1回社債種類株式を現金対価でコールする予定ですかってところなんですが、これね第2回の方が出てなかったので、第1回と同じだろうかってことなので第1回の方を持ってきました。で多分ね同じようなことがね今後出てくるんだろうね。で第2回も第1回と同じだろうと思うんで、配当のステップアップ利回りが上昇するタイミングによってコールされることを期待してるっていうことで、だからあの投資家の皆さんはちゃんとね、あの5年で償還するつもりになってるってことをよく分かってるってことなんですよ。でペナルティをしっかりね出してくれりゃさ、そりゃそうだと思うんだけど、今回のペナルティ甘いよ。はい、第2回種類株式配当の年利率ってところのさ、これね、2030年4月1日以降の金利プラス 2.960 ってところなんで、この5年後の1年国債の金利も上がっていく方向にはあるんだろうけれども、でもさ、そんなこと言ったって分かんないから、本日時点でどうなのかってことをまずはね、考えていく必要がありますよね。なんと、本日の1年債券利回りね、国債利回りってのは 0.24% だそうですよ。なんだかな、ここ測ったようにぴったんこなんですよ。このね、2.96 と 0.24 を足すと、なんとぴったり 3.2% になっちゃうという状況ですね。なんじゃこらと思ったよ。ほら 3.2% をね買えていることを確認し購入すべきだよと私申し上げたんですけれども、なんじゃこらダメじゃん、ぴったり 3.2 じゃんってねことになっちゃうわけですね。今後上がる分も考慮してなんていうことを私は考えませんからね。本日の状態をねベースにものを考えるとこれダメじゃんってことですね。で大元協議してね、今の話したわけですよ。全然ダメダメじゃんってね。予約どうするのってね、月曜日や日曜、祭日なんで、まあ、17日にね、お断りするような方向で話をしましたけどね。まだちょっとよくわかんないよってね、いうことも考えつつと。で、通常の IP と同様を変えるかどうか不明云々って話をね、SBI の方ではね、こういう感じで、ね、なってるんですけども、はい。大はね、確約はできませんけれども、変えますよっていう感じで、この殺到してるっていうの状態じゃ全くないよって形でぼちぼち売れてるっていうようなことを言ってましたね。そんなひどい状況じゃないんだけれども、でも要は人気があるっていうわけでもないっていうような言い方だったですね。で私ほらマネックス証券でNISA口座今設定してまして、マネックスで社債株が買えないってことが分かりガビーンと来てるところもあって、でまあ、ちょっと考えるんですけどね、岩さんで IPO で買う必要があるのかな、ないんじゃないかなとやっぱ思うわけですね。まずは1個目ね、先ほど申し上げた通りペナルティが全然ダメダメじゃんっていうことと、あとね配当値も考えなきゃいけないなと思ってるわけですよ。というのがソフトバンクの本体の方ね、あそこは配当成功85だからさ、6ヶ月分貯まった利益を全部吐き出して利確するようなことを毎6ヶ月ごとにやってるわけで、ドカンと株価が落ちるわけですね。でその後6ヶ月かけて株価が戻るよってね、そしてもう1回配当してドカンと落ちるような感じで、これからね期末に向けて株価多分上がっていくんだろうね。配当をねもらう人がね欲しいなって思う人がね出てくるからね。だから超高配当株ですからね。でこのような形でレンジアップというか、そのベースがどんどん上がるような感じでね、レンジがどんどんこうレンジアップするような感じで株価が上がっていくような株なんですよ。まあ、それはそうだ、配当成功 85% ですからね。それに対してですよ、発行主体は同じなわけだから似たような感じ の株価の動きになってもおかしくないなと思ってたんです。で社債株の方よ、そもそもね証券会社大和の村も配当落ちはしないなんて言ってたんだけど、しっかり配当落ちドカーンとしてね、ちっとも戻ってないわけです。なんじゃこれとちょっと思ってるな。まあまあまあだよね、配当落ちアゲインって、もう一回配当落ちするのかどうなのかってことについてはこれ分かんないですよ。大和の村もよく分からんと言ってまして、私もよく分かりませんがね、配当落ちするのかな。まあまあまあですよ。さらに第2回目の社債株も同じような形で配当落ちしてくるのかなってとこですね。さっぱりわからないままですよ。わからん場合私投資しないって決めてますんでね、
まとめていきますと、ソフワン配当成功 85% でレンジ株になるのは、これはもう理論的にそうだよって思ってます。で、つどつどね、利確しているようなもんなんで、外部環境総崩れした場合も結構耐えますからね。それはソフバンの魅力なわけですよ。さらに社債株ももっとね、有効なはずなわけですね。外部環境が ものすごく悪化してもね、償還されるから社債株はね、強いんだと思っておるんですよ。でもよ、配当値から戻ってきていませんよね。なんじゃこれだっていう状況があってね、ムムムっていう感じで、第2回目の配当っていうのはね、6ヶ月後になって初めてもらえるわけで、やっぱりここを考えると第1回目有利なわけですね。今買った方が利回りはうんと高いってことがね、今回の下限の第2回の 3.2% ってことで確定したっていうのが現状ですよ。そんな中ですね、わざわざ IPO で第2回の社債株を買うのかしらっていうと、私は買わないなぁと思ってます。まあ、買われる方としてはね、安全に、ね、この配当もね 3.2% っていうのをもらえていいなってことはよくわかるんですけどね、まあ、これは個人の状況によりますね、はい。で、特にほら社債株を、NISA の成長枠で買えるような状況の方だとね、いいなと思ってね、買われると思うんですが、繰り返しますけど、私ね、大きな勘違いをしてまして、マネックスでも社債株が買えると思っててね、楽天からね NISA 口座を移したんですけども、あららって感じで失敗してるわけですよ。そうなるとやっぱりちょっとね、買いづらいかなと思いますね。で、第1回がしっかりね、元本割れしないことになってたんだけど、思いっきり元本割れしましたからね。で、今回第2回も第1回と同様に元本割れの可能性があるんじゃないかなと思いますね。特に今回第2回よりも第1回の方が有利だよってね、利回りを考えると有利だよってことがね、はっきりしたので、これはね、元本割れの可能性にね、注意しつつ意思決定していただければと思います。ね、聞いてくださってありがとうございました。それではこの辺で失礼いたします。ごきげんよう。